一般的なアウトマートアウトマートは自動販売機を利用したレストラン。派生した携帯のレストラン等も記述する。ドイツでは19世紀後半から自動販売機の開発が進んだ。そういった背景の中で1895年、ベルリン市内で調理済みの食品を自動販売機で提供するアウトマートが出現し人気を博した。1900年、 ドイツを旅行していたアメリカ合衆国の実業家がベルリンのアウトマートをたまたま訪問。アウトマートはアメリカでも通用すると考え、1902年にフィラデルフィア市内にドイツの販売形式を模倣したオートマット1号店を開業。全米各地に店舗網を広げた。当時の自動販売機は、 効果を機械に投入すると小さく仕切られたショーケースの扉が開けられるようになっており、食物を取り出せる引き出し形式のものであった。アメリカのオートマットは、後に流星するファストフード店との競合を余儀なくされ、前言傾向となり、1991年にニューヨーク店を最後に閉店となったが、15年後の2006年8月29日、イーストビレッジにバムがオープン。 おしゃれな店内になっている。ちなみにオートマットが使用していた創業当時の販売機はスミソニアン博物館に展示されている。1962年3月、日本の西部百貨店がアメリカのオートマットをベースにした自動販売機によるレストランを店舗内に設置した。サンドイッチのほかおにぎりなどの和食も販売品目に取り込んでおり、当時、 商品化されたばかりの電子レンジも備え付けられていた。当初は物珍しさで注目を集めたが、1年半ほどで撤退を余儀なくされた。コイン式レストラン復活 NY15 年ぶり。ありがとうございます。